静止画かと思いましたか？違うんです。というか雑音にまみれておりますが、本日はですね、私のヒサロルーティーンをお届けしたいなと思います。聞こえてますか？どうも葉山純乃でございます。もうこのドアに気はない。 I just move your love。 見せられた誘惑のジューシー、 I can't take it anymore。 Little by little slowly and sexy。 Wanna feel it slowly and sexy。 熱くなる体みたいな。はい、ということで今日は代々木にありますエクシオンさんという日焼けサロンにさせていただきました。いや、私実はこの近くに去年まで住んでて、めっちゃ気になってたんですよ、検索して。今日は初体験っていうところなんですけど、私この、なんだろう、マシーンの部屋にシャワールームがセットされてるっていうのは初めて見ました。まあ、というわけで今日はルーティン企画ですので、ここからは葉山アテレコになります。そちらの映像をご覧くださいませ。葉山純奈のダンニングサロンルーティン、やってまいりました。本日もこじつけがましくなってきたこのルーティン企画、今回はヒサロルーティンということで、私は迷わずどこのサロンに行っても一番強い機械は選択し、バスタオルとフェイスタオルをゲット。向かうは焦げ茶色の楽園。そう、単純に機械が置いてある個室でございます。本日はですね、葉山純奈の焦げ茶色のこのバディがどのようにして出来上がっているのかっていうのをご紹介したいなと思います。あとヒサロにおいてね、必ずこれをやった方がいいですよって私のおすすめなんかも紹介していきたいなと思います。コラーゲンが入っているようでございますよ、こちらの機械は。私このお店初めて参りました。ですが日焼けサロンにおいてはどこのサロンに行ってもあまりやることは変わりません。すっぽんぽんになって焦げれれば OK というわけ。葉山、生まれたままの姿になるべくいろんなアクセサリーをつけてきておりますが、私は基本的にヒサロに行くっていう予定が分かっているときはなるべくアクセサリーはつけて出かけないようにしています。この日はこの後別件があったため大量のアクセサリーをつけてきてしまったぜ、みんなは気をつけてね、なんてすかしたような顔をした後、私は着替えるべくジャンプ。いや、誰かもうちょっと声出して笑って、恥ずかしい。使ってくださいね。行きますよ。気を取り直してドーン。何が変わったのって思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、これちゃんとですね着替えております。早速参りましょう。私がマシンの中に持ち込むものは携帯、フェイスタオル、イヤホンでございます。あ、一応撮影なので服着てますが、本来はすっぽんぽんでございますよ。はい、ベルを押してお願いしますと言ったら、こちら髪の毛を絶対に全部上に根こそぎぶち上げる。そして今日はレジーナのバタフライを聴きながらのおタンニングでございます。大体私はこのように音楽を聴いているか、時には電話をしていたりします、ヒサロのマシンの中で。なので上の方にイヤホンをセットするのもお手の物。ご覧ください。そしてこのポーズ、ね、何気なくやってるように思われるかもしれませんが、実はこれにはね大事な理由があって、ちょっとだけ隙間を開けて寝転がっております。さあ始まりました。私は顔面は焼きたくないのでフェイスタオルを乗っけております。あ、何でしょうか、色味も相まって死体安置所みたいになっておりますが、ちゃんと生きておりますよと。まあ、さっきのね序盤でやった髪の毛をちゃんとこうして上げとかないと髪の毛の型がいって焼けてしまいますんで、髪の毛は必ず上にぶち上げてください。そして足や手を中途半端に開く、じゃないと閉じているところだけが焼けないという大事件に見舞われますんで、必ずこのような、なんでしょうね、大の字とまでは言いませんね、土偶みたいな感じでいい感じに隙間を開けてください。こちら後ほど詳しくご説明させていただきます。私はいつも約30分ほどは必ず1回で入るようにしています。とはいえ、もともと地頃の私は年に 4,5 回通っていればずっとこの焦げ茶色を保つことができるのですね。おっと、葉山出てまいりました。そうです、ここから詳しくご説明させていただきます。まずはやってはいけないことをお伝えいたします。先ほども軽くお伝えしましたが、このようにピタッと気をつけをしたような形で入ってしまうと変なところが焼けなくなってしまったりしますので、いいパターンはこちら、足ボッカーンからの手はバッコーンでございます。で、顎がっくんで首のところまでちゃんと焼けるようにこの体勢を保ちましょう。お次はこれめっちゃ大事です、よく聞いて。ケツね、割れ目のところをパッカン開いてこう寝っ転がらないと、お尻の後ろだけ
モンキッキーみたいな感じになっちゃいますんで気をつけてください。ケツはめちゃめちゃ広げて寝転がる。これ私本当にねえらい目あってずっとひたすら1年間くらいモンキッキーだったことがあります。お次、手を下に置きっぱなしにしない。なんとですねこれ途中でこうして手を上げて寝転がる、これは脇の下もきれいに焼くための形でございます。かといって上げっぱなしも良くないので上げたり下げたりを 2,3 度繰り返しましょう。そしてお次は顔面編。顔は焼きたくないので私このように必ずねタオルを乗っけて寝転がります。でもこのタオルも顎より下に行かないようにして乗っけてください。はい、これで完璧な土偶スタイルが決まりました。はい、お次はですねまあみんなわかると思うんですけどこの iPhone はですねこの UV ライトより上のところに置いてください。なるべくですけれどもあんまり持ち込まない方がいいとは思いますが私はどうしても音楽聴きたいので持ち込んでおりますがライトに当たっちゃうとなんか良くないんじゃないかなという勝手な発想から必ずね脳天ぶち抜きスタイルの位置に置いてございます。あとイヤホンのコードね、これもね変な線いったりするからちゃんと上の方にぶち上げてください。足を取られている理由は全く思ってよくわかりません。手のひらはこのように広げて入ってございます。みんなこのアテレコ私台本で喋ってると思ってる？実はね映像を見ながらねほぼファーストテイクで撮っているんだよ。だから何が来るか全然わからないまま撮ってんの。ほらもうすごいもんね、中の服見えてるけど気にしないスタイル。編集マンの方々いつもありがとうございます。そしてこれ出ました、電話するときはねさすがにこのスタイルになっちゃう。ちょっと機械の音うるさいしね、ほら中の服がさ見えてんのに気づいてあげてるんだからさ、ここカットしてくれてもいいところだよね。すごい独身街道爆走させていただきます。そしてこうやって電話してる最中とかはさすがにこもっちゃうからタオルとかもどけちゃったりとかして顔も一瞬焼けてもあんまり気にしないタイプでございます。電話のシーン長くね、いやマジで長いからちょっとカットさせていただきます。あ、ならまだ携帯のシーンだった。そうそう、こうやってね私 LINE 返したりとか仕事のやり取りとかもしてたりしますが、そういうのが一旦終わるとやはりちゃんと携帯を置いてもう一回私は棺桶の中スタイルになってまいります。あ、間違った、死体安置所スタイルでございます。 FBI 系のドラマ見すぎ。はい、機械がショートではなくこちらでタンニング終了でございます。さあここからはアフタールーティーンとでも申しましょうか、日焼けが終わった後の葉山をご覧くださいませ。まあね当たり前に装備しているものを外しました。私必ずやるのがこちら、あの汗びっしょりかきますんでついでだからちょっとお掃除して必ず出るようにしています。あらやだ、ギャル系のシンデレラに見えてきた見えないね。そして体の汗も拭き取ったらなんと私このまま帰るんです。基本的にはヒサロでのシャワーは浴びません。だから基本的にヒサロに行くのは仕事前で、すっぴんでアクセサリーとかも何もつけずに行って本当に焼いてからそのまま自宅に帰るみたいな感じでやっております。ですが私必ず保湿を持ってきて、あと髪の毛ぐしゃぐしゃになるんでキャップを持ってきて、そしてフレグランスシートも持ってまいります。この3点は必ずヒサロ行くときは持っていくものでございます。名付けて応急処置軍団。こいつらがあればとりあえずね家に直帰するんですけれども、誰かに出くわしてもどうにかなるっていうことで、まあ、こちらの3つは怖いので必ず持ってきています。このフレグランスシート、フェルナンドさんのマリアリゲルの香り、こちらでね汗をボカボカ拭きながらちょっとすっきりしてシャワー浴びたかのような感じで、てかね私ね髪の毛乾くのがめちゃくちゃ遅いんですよ。だから日焼けサロンさんで設けられているシャワータイムの時間内に出ることができないので、そっから確かシャワー浴びなくなりましたね。もう自宅に帰る方が早いみたいな感じで帰って全部準備してから仕事に行ったりしています。これはねあの外で焼いても一緒ですけれども、日焼けをしたら必ず保湿は怠らないでください。もう肌ガッサガサになりますからね。あと綺麗に保つ秘訣でもあります。私はちなみにねジェルを塗って焼くことはありません。一度ジェルを塗って焼いたらねとんでもないムラになったことがあるのでやめました。何でしょうか今のは。さあシャワーに入ると見せかけ、実は私ここ更衣室に使ってございました。さあ葉山出てくるかな。はい、着替えたかどうかもわからないような服装、夏はだいたいこんな感じだよね。さあ身支度をして仕事に行く準備でございますね。この日はこの撮影が終わったら本当にそのままね全部ぶっ通しでいろんなスケジュールが入っていたんですが、香水をぶちまいて失礼いたします、首の後ろにもスカッとやって、
あんまり焼いてないんでこの日はね汗かいてないんですけども、終わったらちゃんとありがとうございましたを込めてタオルを乱雑に畳んで帰ります。確かこの日は打ち合わせが2件とレコーディングだったかな。おっと髪の毛、まあ、決まらねえな。そういうのが私。じゃあね。ということで葉山純奈のヒサロルーティンでございました。皆様も素敵な焦げ茶色バディ目指していきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。願望はリスキー I don't stop